国体第3日目指定許可が出ました。風速は 2-3メーター、 今まで無風だったんで延期しておりましたけども、これからですねレースが始まります。我が群馬のエース斉藤隆選手、頑張ってほしいです。群馬の若手匠選手、さあどこまで根性を見せるでしょうか。頑張ってほしいです。